皆さんこんにちは。こんにちは。アバベルオンラインのお時間でございます。ガガガガ。ここでいくつか選択肢がございます。お、なんでしょう。ご飯を食べに行きたい。さっき食べたんだよね。さっき食べたんですよ。海鮮丼盛りそばセット食べたんだよね。うわー、美味しそうな。ケバブお肉だけ肉3倍食べました。え？あれ倍できんすか？え、通常はダブルなんですよ。ケバブお肉だけって、ケバブお肉だけってことは要するにお肉だけってこと？そう、ケバブ弁当ライスなし。ケバブ弁当ライスなしです。あそこケバブの弁当あるんですよ。知ってる。あ、知ってる。あれのお肉だけ。お肉3倍。知ってたか。でどうなんの？値段はそのまま据え置き？据え置きでしょ。なわけはないでしょ。ご飯なしだとマイナス100円で、肉ダブルだと100円アップで、トリプルだとまたさらに100円。ちょっと待って、アバベルで何しようかの話でなんでケバブ行ったこれ。超私もちょっと一回ケバブ、いや美味しいっすよね。ご飯なし肉3倍とか行ってみたい。超痩せますよ。痩せたければ怖いね。肉を食え。もうね、体重に10キロ差がついてしまいました。はい、この人と何するか決めません。選択肢があります、はい、海藻を進めるという選択肢、はい、ペンギンヘアの続きを収集するという選択肢、うん、メイズランナーコラボ T シャツを作ろうという選択肢、迷路に行くっていう、ね、迷路に行くという選択肢、ひたすら海岸で喋るという選択肢、それもまたあります。あんのか、あんのかそれ。海岸に座って波打ち際で昨日あった出来事を振り返り、昨日で今週1週間の出来事についてお互い話し合いましょう。金曜だからな。そうですよ。これ別に海岸って言ってもいろいろ海岸ありますけど、経験値が一番うまい海岸はどこですか？経験値がうまいというか、まあ、死んじゃうかもしれない海岸、全部死んじゃうかもしれない海岸。死んじゃうかもしれない海岸。16階と17階。ああ、結構上の方だな。あ、確かにあそこ、すごいビーチじゃん。そう、ビーチ。プライベートビーチ。誰か一人が今週あった出来事で面白かったことみたいなものを話してる間、残りの3人が狩りをしてると、なんと勝手に経験値が公営パーティーなんて入ります。おお、それ回していきましょう、それで。回していくんだ。サイコロは、サイコロ。サイコロ、サイコロ、誰か遠く用の、なんか新しい企画始まったんですけど、サイコロとかないのかな。何が始まるの、今から。あと滑らないっていうスタンプ持ってきてください。やばい、あやだ、それ一番嫌なやつ。サイコロが出てくるまで私ナッツ食べて待ってるぞ。誰も探しに行ってないじゃないですか。今週の出来事で面白かったものことってことでいいんじゃない。そうしましょうよ、うん、なかった。じゃあ海岸行くぞ。海岸の中でも一番弱い海岸行くぞ。16階かな。16、いっちゃんか、いっちゃん行こう。すげえナッツの匂いするし、いっちゃん行こう。いっちゃん、じゃあ、あり、ありりり、あ、やべえ、違う、ごめんなさい、私ね、SP がなかったんですよ。で、買いに来たんですよ。31にナッツトゥーユーっていうアイスあるよね。あれ一番美味しい。え、何それ、あれうまい。ナッツトゥーユー一番美味しい。ナッツトゥーユー、ナッツトゥーユー、なんかナッツをあなたにってこと。ナッツをあなたに。あれすげえうまいよ、ね、あれ美味しい。ただクソ甘いんだ。甘い。あれか、あのポッピーシャワーです。マジか。あ、パチパチするやつ。あれ美味しいっすよね。見た目めっちゃ美味しくなさそう。あとあのミント、僕硬派なチョコミント派だよ。あ、チョコミント美味しいっすよね。で絶対歯磨き粉の味がするっていう人がいる。そう、私も16階にいるよ。僕もいますよ。え、なんちゃんの16階。あ、いっちゃんか。あ、僕も3ちゃんにいた。1の16階、はい。じゃあまずはブリちゃんから。え、ちょっと待ってくださいよ。私の名前ブリ大根って言って、それだけでも超面白くないですか。やばい、これ超面白い。なになになに、これ何、一昔前のギャルみたいな。何の流れなんですか今の。ブリちゃん、え、16階、柳原かな子のモノマネとかできるよ、ね、できません。16階でしたっけ。16階、16階ですよね、はい、ピーチピックメンの真似してよ。無茶ぶりか。柳原かな子のモノマネできるよ、ね、死にそう。なんで柳原かな子そんな押してくるんすか。一回もやったことないですよね。そう、ブリちゃんと結構性格というかキャラ被ってる感あるんだけど。え、なに、柳原かな子さんと、うんうん、失礼な、そんな、いいです私なんて。ショップ店員のモノマネ。いらっしゃいませ。
らっしゃいませ。声出てない。切り抜け。声全然出てないし。あ、試食しますか。試食いかがですか。試食これ美味しいですよ。自分で食べる。美味しいですよ。なんか豆でやりましょうね。じゃあまず。やっぱ強。私たち3人が経験値稼いであげるから、ブイちゃん海岸で佇みながら、ちょっと嘘、いけやれ、なんで私が最初なんですか。そういう弱い者にして何も喋らないから、本当に嫌だ。え、なんで海岸に行く。ブイちゃん、え、君が終わらないと私たち始まらないから喋られない。変なプレッシャー来たよ。え、何、海岸に行って、何、海岸で適当ぶつかんないようにして、やっべ、ちょっと待って、固まりました。ものの3分ぐらいでいいよ。やっべやっべ、これ私上行きたいんですよね。無理だな、いけねえわ、いけねえわ、いけねえわ。早くしろよ。ちょっと待ってください。せめてベンチに座らせてください。ベンチ座んのか。あるしゃべる気まんまやないえ、何、テーマは何でしたっけ。今週あった面白いこと。今週あった、あ、あ、はいはいはい、OK ですはい、じゃあ皆さんが戦ってるところで、今週あったブリ大根の面白い話。だってブリちゃんほら、ここに座ってるだけでだよ。座ってねえし。座れ。立ってるだけじゃねえかよ、お前。座りました、ほら。どっちに向かってさ、ブリちゃん座ってるだけで、はい、その経験値がちょっとずつ。あ、本当だ。私たち公平パーティーですか。ちょっとやっぱすごいシステム。すごい緊張する、この滑らない話。滑らないって言っちゃダメだ。全然面白くなくていいんだよ。え、嘘。あのうちの会社って、あのこのドア、会社から外出るとき、カードいるんですよね。あのピってやつ聞いてます皆さん。聞いてる。なんかスイカに登録して、なんか機械にこうかざしてピってやんないと外出れないみたいなシステムになってまして、この前なんかすごい17時とか18時ぐらい、なんかすごい頭ぼーっとしてる時にトイレ行こうと思ってカード持って、ドアピってやって外に出てトイレに行ったんです。それで戻ってきて、もう一回こうふわーって戻って、なんか頭痛いなとか思いながら戻ってきてピッてやろうとしたら、なんか反応しないと、カードがなんか全然ピッて言わない。あれおかしいな、緑のカードなのにと思ったらりそな銀行のカードでした。いや結構面白い、いいんです。割と面白い。じゃあ笑ってもらっていいですか。じわじわ、じわじわくる。すげえ静かになって、もう本当に嫌なんですよ。じわじわ、割と面白かった。じわじわくる。何のカードなんだろうってそわそわしちゃった。みんな聞いてた今、うん。絶対みんな聞いてたよ。すごいね、みんなね、仕事してるふりしてた。そう、絶対みんな聞いてた、このバカが。ぐっさんとかね、くっそ笑ってた。絶対笑ってるよ。みんな声出さないようにして。何なんだろう。もういいです、私。マジでそこからの理想の銀行。次の人お願いします。すごかったな。最初はグーじゃんけん。本当にやるんだ、すげえな。私ちょっとまず、私今週のカレンダーをまずチェックすると、何あったっけ今週。え、そっから思い出せないぐらい、もう詰め込まれてる。そうでしょ。最後に誰が一番面白かったかやりましょうね、これ。どうやって、もうブリシ優勝でいいよ。いやマジで、優勝でいいよ。マジでなんか奢ってやるよ。やったやったぜ、ケバブ3杯で OK マスロ、イエーちょっとグロ注意かもしれない。あ、ダメダメダメ、やばい、暴れ消すとこだった。ちょっと経験値入らんから、ちょっと待って、経験値入らんから、びっくりした。今普通に縦画面にホーム戻ってたじゃないですか。何経験値入らんから、何してんすか。何のために私もここにいるんや。なんだ、3人とも経験値今ちょっと美味しくなったなとか思ってたから。そのまま気づくなよ。ひどい。待て待て、入り終わってから行っちゃんな。よし行っちゃん、絶対死なない場所で。あれ、なんか動きが。くつろぎながら、あのですね、もしかしたら、あ、全然面白い話とかでもなんでもないですよ、はい、途中経過っていう話なんですけどね。お、私トカスクリニックでヒゲ脱毛してるじゃないですか。うわ、5回終わったんですよ。でかなりやってますよね、うん、すごい。村井さんの時がすぐ話してる。もしかしたらそれで終わっちゃう人は終わっちゃう、ヒゲの薄さによっては、ね、ただ私、一般的にヒゲがある程度濃いと言われてる人の5倍毛根があるらしくて。何それ、人間じゃねえ。とにかくヒゲが濃い。猛獣レベル。これはね、毎回猛獣じゃねえ、猛獣使い。毎回大島くんうるさいっちゅうの、ま、ポケモンで出てくる。黙れ、猛獣使い出てくる。毎回ね、大島くんがビデオ撮ってるんでね、あの最後の1回の時にニコ生で放送するんで、その時にね、奇跡を全部紹介しようと思ってますから、私の顔がどん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 明るくなっていく様っていうのが見れると思うんですけど、
え、変わってるんですよ。あのね、高橋くん、毎日見てると気づかないでしょ。それ僕、ま、全くそうですよ。うん、あのデブ、デブが痩せてるの全く分かんなかった。で、1年ぶりぐらいに見たらさ、誰こいつってなるんだよ、高橋くんの場合。なります、なります。まあ、私はヒゲだからさ、そこまでじゃないんだけど、うん、まあ、あとはみんな私の顔よりも T シャツを見てマックスぐらいと思ってるかもしれないから。そうですね、それは目に入りますからね、先に明るいから。 T シャツ、ね、違うの着てたらマックス村井だ、マックス村井、ガストかみたいなこと。ちょっと待って、ガストはないでしょ。ガストだみたいな。まあ色が一緒だからな、色の組み合わせが。で、もぐもぐしちゃった、ちょっと待って。で、あの事実、どん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 減ってってるんですよ。え、すげえ、いいなー、すげえ、やりてえ。で、5回終わったタイミングで、普通だったらもうここで終わりの可能性もあるんですけどね、私はまだ終わってなくて、村井さん、かなり濃いんで、あと5回は最低でも必要でしょ。あの普通の方の2倍、それでまあ終わるといいなみたいな。で、5回終わった段階での今の私のヒゲの量がだいたい濃い人の3倍。あ、でも減ってるんじゃないですか。めっちゃ減ってるんです。で、毎日動画撮るときってヒゲ剃ってから動画撮るんで分かんないと思うんですけど、実はこれ今日はですね、え、伸ばしてるんですよ、昨日の昼から。もしかして、あの土日に入るから別に関係ないと思って伸ばしてて、で、伸ばすとですね、ちょっとグロいかもしれないんですけど、まだらに生えてないところがあるんですよ。それやったところですか。こうやってまんべんなく、こうやって毎回毛根を殺してるわけなんですけど、すごい。やっぱりそんなまんべんなく綺麗に減っていくわけではないんで。あ、なるほど。で、高橋くん、ちょっと一瞬見てみそう。なんかわかる、ヒゲが生えてるとこと生えてないとこ。結構明確にわかんない。いや、濃いなーとしか思わない。いや、ほら、生えてないところが抜くの大変だなーとしか思わない。うるさいっちゃう。ほら、ほらほら、いや、まんべんなく生え、いや、ほら、生えてないとこある、生えてないとこ。え、こことかってどうなんですか。あ、こことかが、もともと私はここに全部ヒゲが生えてたの。そうですよね、全部。なんかそこないっすよ、不自然に。でしょ、不自然にない。そうなんですよ、皆さん、あのね、まだらにね。でも普段剃ってるから別に関係ない、わかんないわけですよ。まだらに脱毛されてってるとかって知らなかったでしょ。わかんないです、わかんない、全然わかんないです。伸ばして初めてわかるんですよ。伸ばして初めてわかる。その優しさ、ここにまだ毛根が残ってるんだなってことが伸ばして初めてわかるんだ。え、すごいな、ちょっと気になる僕も。でも高橋くんはさ、そもそも毛薄いじゃん、全く関係ないじゃん。でも、その抜いたり剃ったりするのたまにしますから。たまにでしょ。やりたくない。もち毎日だもん、ブイーンって。あ、でもね、大変。電気シェーバーでヒゲ剃ってるんですけど、ヒゲ剃るにかかる時間がもう従来の3分の1ぐらい。すごい、すげえ効果出てる。前はもうね、一箇所に対してね、まず痛くないようにね、上から剃っていってね、今度は毛の流れに逆らって下からこうやって剃ってね、それをあとこうやってちょっとこんな感じにしながら、なんか、はい、あと3回ぐらいねみたいな、結構な手間だったんですよ。よくある、トイレからね、ずっとね、シェーバーの音がするみたいな事件ありましたよ。事件？七不思議の一つだと思われてましたからね。トイレからシェーバーの音がずっと聞こえてくるんです、朝。妖怪シェーバー？妖怪シェーバー、なんか、すげえな、いいな。モーニングシェーバー、ジレッティ。なんだかそう、すげえ、いいな。なので、すごいんですよ。あれ、イエス高須クリニック、え、村井さん以外にだ、なんか岩橋さんとかやってませんでしたっけ。ガラシさんは初めての私の1回目の時に右と左で従来のマシンと最新の痛くないマシンで右と左を比べてやったんですよ。そうだそうだ。で、痛くない、従来のマシン、今日本で痛くないと言われてる流通しているマシン、うん、まあ言ってもまだちょっと痛いんですよ。で、ガラスさんこっちバーンって言って痛いジンジンするって言って、で、ジンジン、最新のマシン、私が今やってるやつ、うん、で、反対側をやったんだけど、五十嵐さんの感想は、最新のマシンで反対側をやってる時も、さっきやった後の従来のマシンでやった時に残ってる、残ってた痛みの方がまだ痛い、最新のマシンは痛くない。で、私はその最新のマシンで毎回痛い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 って言って、ちょっと待って、で、どんだけヘタレやねんあんたって言われてて、なるほど。
高須クリニックの、その私の担当をしてくれている先生、うん、あの結構可愛い方で、うん、おい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 、すごい仲良くなって、最近よくおいおいおい、毎回行くたびにすごい、乗り方が異常だね、いいのかいいのか会話してる、いい、可愛いよな、あの人な、大島くん、そうですね、ほらほらほら、なんか、ま、不自然な間がじゃあ、大島さん恥ずかしがり屋なんだよ、あーなるほど、シャイだからな、すごい可愛い方で、いつもこう会話してるんだだ、そしたらもうできてるんだ俺たち、私が痛い痛い痛いとかって言ったら、こんなんで痛がんじゃないよ、パーンってスイッパで殴りました顔面パーンって、でも氷とかで冷やすと痛みが、痛覚がこう一瞬無反応みたいになるので、へー、氷でダーって冷やして今だって言ってバチ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 って脱毛するんですけど、そうなんだ、普段はそんなサービスがないらしくて、あらやってくれたんだ、うん、優しい、あなただけだよこんなことしてるんだよ普段だったらもう痛いっつって暴れても、もうちょっとで終わりますよ、我慢してくださいね、もうすぐですよって言ってやっちゃうけどもうなんてオーバーな人なの、私村井だけなんだからな、そうすごいお姉さんっていうよりおばさんみたいなイメージになっちゃうんですよ、その喋り方マックスにだけだぞお姉さんといつも話してる、この週末なんかいいことあったんですかつって、もうヒゲの話終わりにしますね、そろそろ、そうね、実はヒゲの話したい、すごいいいことあったのって、まみる先生無言ですよ、もうヒゲの話、あ、やべ、死んじゃ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 、各してる間にも私の経験値がどんどんひどいで、あ、だから長く喋ってるこの人はそういうそういうことか、そうですよ、乗っけ、乗っかられちゃダメですよ、全然そうじゃないよ、そんな気ないよくそ、この野郎全然そんな気ないよねえ、ちょっとこの野郎はダメこの野郎はダメダメはい、そんな話でした、はい、じゃんけんぽん、はい、こうでしょ、あー負けたな、いや、マミルトンさん、ここどうぞ、ここ、これ最後のが辛くない、マイクに近い、よかった、最初にやっといて、ニコニコか裏話でいいじゃないですか、ニコニコか裏話、あ、ニコニコかで、村井さんが神戸にガクトさん、うん、はいはいはい、撮影イベントがあるって言って、うん、神戸に行ってたんです、うん、で私もともと行く予定じゃなかったんですけど、あの帰り道をニコニコカー乗って村井さんを東京にまで連れ戻すっていうことで、その付き添いで行ったんですよ。でもともと喫茶花に寄る予定は全くなかったんですけど、うん、途中で喫茶花に寄ることになって、うん、ニコニコカーで喫茶花に行ったんですよ。死にそうですよ、HP。やばいやばいやばい。軽くした方がいい。すいません。ありがとうございます。で、お母さんに急遽連絡して、今から喫茶花行くからご飯6人分用意しといてって言って、うん、ニコニコを放送しながら行ったんです、うん。で、普通に放送して終わったんだけど、帰った後、お父さんから LINE 来て、お父さんの渾身のギャグ受けたやろっつって受けたやろ受けてたやろですごいドヤ顔のスタンプが送られてきてなんて言ったっけ、お父さん、あ、中条 D がこのお店の一番人気メニューは何ですかって聞いて、はいはいはい、人気メニューとかぶっちゃけないから、まあ、日替わりと、アラビアータとあと私の笑顔かなってでそれがすごい、ね、受けてたっていうことにすごい満足してた父でした。それいつぐらい前から考えてたんだろう。確かに結構準備、いや寝かしたんじゃないですか。とっさに出た。その時すごい困った顔してたから。すげえな。才能ありますね。すげえな。さすがですね。やべえってそれは。あと父の話でもう一個あって。面白いから。もう一個言っていいですか。どうぞどうぞ。どんどん言って。結構その放送を見てくれた人から私にリプが来て、でお父さんをこの間目撃情報が上がって、ザバスっていう、スポーツジムにうちの父通ってるんですけど、うん、そのもうすでに笑っているスポーツジムで目撃情報がリプライで飛んできたんです。あ、はい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 、でポポルトンってザバスっていうスポーツジムに行ってますかって来たから、それ完全うちの父やと思って行ってますって言って、でお父さんにいろんなとこで見られてるから気をつけてなっていう意味を込めて、ザバスで目撃されたらしいから気をつけてやって言ったら、すごい喜んでて、うちのお父さんが声かけてやって言っといてみたいな声かけてや、なんか
そう、喜んでました。でなんかそれ前どこか言ってなかったっけ、うん、言ってたっけ、なんか聞いた気がする。私も聞いた記憶がある。あ、この動画で言ったかもしれない。で、弟が、あの、なんで呼んでくれへんねんみたいな感じで、そう、ネタがりか、悔しがってネタがりか。マミルケすごいな。すげえな。あ、そうか、弟のヒロ君、高橋君の派だもんね。あ、そう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 。で、前回高橋君いなかったから、うん、あすごいがっかりしてた、高橋君のやつ。そう、高橋君は来へんの、高橋君はっつってずっと LINE で言ってました。でも、ごめんね、僕女性が好きなんだそういうことじゃねえよやらないか僕は女性が好きなんだ、ごめんな。うちの弟も割と女好きです。僕は女好きじゃん言っちゃった。なんでマミルトはさ、僕のこと女好きだと思う。違う違う、そういう意味じゃ女の人が好きっていう意味で、うん、割と割とね。やべ、ちょっと待って、死んじゃう。時々男性も大丈夫やべ、HP が全然ね、どうしよう、待った。なるほどね、いいよな。すっげえ、なんかヒゲの話だけしてたのに討伐120体突破とかやった。やったー、ハナいけてないからさ本当に、ね、高橋くん、ね、いないときに本当にこっそり行ってやろうと思ってるあ、そっか、先日のやつもキスハナ行ってないんだな。行ってなかったんだな、私。いないいないいない。なんか今記憶の中でいたようなことになってる。いないいないっす。行きたいな、キスハナ。行きてよ、すげえ。はい、じゃあ高橋くんの番どうぞ。一日中痛い高橋くんの番です。一日中痛い。じゃあ行きますか、はい、何話そうかな。今週何があったっけ。やっぱ死んじゃう、ちょっと待って、死んじゃう。今週の面白かったことだよ。 OK です。今週はですね、月曜日が6月8日だったんですよ、はい、虫の日その日はですね、あの、関東圏だけなのか分かんないんですけど、ペヤングが発売再開されまして、僕ね、あの、ペヤング好きなんですよ、うん、僕の子供の頃ね、ペヤングしか食べてなかったから、ペヤングで育ったぐらいなんですよ、僕は。それでなんか多分この日にいろんな人が動画上げるんだろうなと思って YouTube 調べてたんです。そしたらなんかその日に上がったなんかペヤングの動画でなんか変なおっさんが出てきて、うん、変なおっさんが出てきてペヤング作ってるんですよ。でなんかそのペヤングを食べてなんかすごい美味しそうな顔をしてちょっと頭を抱えてなんか考えてる様子でなんか机の脇にあったペヤングを持ってなんか立ち去ってどっかに行くみたいな動画が上がってたんですよ。こいつアホやなと思って、ね、で次の日も楽しみに今日はどんなペヤング動画出んのかなと思って YouTube 漁ってたらまたなんか同じやつが動画上げててペヤング食ってるんですよ。でなんかしまいには UFO と一平ちゃんの方が気になるとか言ってそういうこと言ってペヤングの話してないんですよ。でなんかその日はそれで終わってて、なんか次の日また同じやつが動画上げてて、こう今日はこいつ何やってくれるんだろうって思って見てたら、うん、UFO と一平ちゃん出してきて、ペヤングって書いてある動画なのに、うん、一平ちゃんはこういう味で UFO はこういう味でとか食べ比べしてるんですよ、うん、ね、うん、こいつマジでアホだなと思って、その次の日もねどうせ上げるやろと思って見てたんですよ、うん、そしたらなんかペヤングって書いてある動画なのにマクドナルドって美味しいよねとか言い出して、なんかハンバーガーとかポテト食べてるんですよ、うん、こいついよいよ来たなと思って、今日金曜日じゃないですか、金曜日、こいつ今日どんな動画上げるんだろうと思ってすごい楽しみにしてるんですよ。でなんかそのチャンネルの名前がなんか愛高橋くんチャンネルっていう名前でなんかねよくわかんないけど、そこでね今日なんかペヤングの動画最終らしいんですけど、どんな動画出すんだろうと思ってすごい楽しみにしてんだ僕。だから皆さんもね、もしなんかその人のことを見つけたりね、知ってた人はね、楽しみにしといてあげてほしい。呪術トリックです。何か？呪術トリック、おついちみたいな。何もしてないよ。最初、誰の話してんだよ。勝手におっさんとか言って大丈夫なんかな。俺の話だ。私も開始3秒で気づきました。マジで、うん、俺の話。そのおっさんの話ならペヤングなんかどうでもよくて、YouTube で糖質制限って検索したら自分の動画ばっかり出てくるっていう方が衝撃的だよね。この人はやりようによっては糖質制限界の神様になれるかもしれない、あのこれから糖質制限ビジネスがいわゆるゴッド、いわゆるゴッド始まってきますからね。すげえ、タカーズキッチンが始まる可能性がある、ね、もう始めたい、タカーズキッチンなんだ、うん、今日の糖質制限メニューはこちらーつ、うん、ケバブ肉3倍って言ってまずケバブ屋さんの前に行きます作ってね、新宿のここにありますで注文します、ケバブ弁当をご飯なしでお肉3倍でって言うとお兄さんが作ってくれます、こうやって
で、ソースはって聞いて、うん、甘口でって言って。うん、で今日はね、結構ね、僕ね、常連だと思われてきたのかね、ソースって聞かれた。あの、なんだっけ、バングラディシュの方なのかな、はいはい、確か店員さんが。ソースって聞かれた。で、あー、辛っ、中辛って辛いですかって、ちょっぴり辛いって言われたから、やっぱり甘口でって言って、はいって言って、かけてくれた。いつも甘口なの？高橋くん辛いの苦手？僕辛いの超苦手なんですよ。へぇ、ダメ。なるほど、うん、でね、ガーリックソースもそこあるんですけど、ガーリックソースね、食べるときは何もそのニンニク臭さとかないんですよ。あ、うん、はい、トークのおつまみ、ありがとうございます。でね、お家とかにか、あ、オフィスに帰ってきてもそうかな、多分ね、話してるとすっごいニンニク臭いんだと思う。この前言われた、うち帰ってね、あんた何食べたのって言われて、ケバブだよって言って、ニンニク食ったでしょって言われて、食べてないよ、けあ、ガーリックソースかなと思って、すっげー臭いからって言われて、これあんま食べない、食べない方がいいのかなって思って。マジか。でも僕ね、かなりね、あの口臭には気を使っていてね、常に僕フリスク食ってるから。本当にフリスク食べてますよね。多分ね、逆にね、フリスク臭いと思う。でも臭いより良くない？いや、いいですよ、全然そんなの。すげえナッツ食べるけど、アーモンドマジうまい。でね、糖質制限する人はね、アーモンドかまたはクルミですね。クルミがベスト。カシューナッツはダメ。カシューナッツはダメなんだ。ダメ。へぇ、クエアー。え、どうしたどうした。だからこれ、カキピーで言うと豆だけ残ってる。最悪や。カシューナッツだけ余りますよ。最悪じゃないですか、それ。何なんですか。マジうめぇ。最近僕、ナッツあんま食べてないんですよね。なんで。いや、なんか単純になんか最近ほとんど朝ごはん食べてないんですよ、僕。へぇ。朝ね、その僕豆乳飲むだけにしてて。マジか。なんかね、すごいガチのアスリートの人とかそうらしいよ。へぇ。そのお昼と夜でその1日分のトレーニングで、うん、必要な何かは取って、うん、なんか朝はね、その何出す方の時間なんだって。へぇ。摂取する方じゃなくて。でも頭働かなくないですか、ご飯食べないと。朝ご飯食べないと。うん、全然大丈夫。でね、聞いてよ、ブリシー。気のせいかもしんないけど、はい、よくあるじゃん、糖質制限をしたらなんか私はこうなりましたみたいに、だいたい嘘っぱちの話があるじゃないですか。やめなさい。嘘っぱちの話なの。いや、わかんないですよ、わかんないけど、なんかあるじゃん。いや、そういうのあるじゃないですか、なんか私アレルギーが治り、あ、そうだから、どういうさ、どういう力が働いてそれで治ったのかちゃんと説明しとよってやつ結構あるじゃないですか、うん、で、僕ね、それ一つなんか自分であって、よくさ、ご飯食べると1時とか2時ぐらい眠くなるじゃないですか、うん、睡魔っていうか眠気くるでしょ。あれね、糖質制限し始めてから全然来なくなってんの。へぇ。で、お昼に炭水化物を摂取するとすっげえ眠くなる、午後。あー、なるほどなるほど、っていう話をね、昨日なんか宮下さんとした気がする。じゃあ、この階層のモンスターの名前と聞けまして、はい、ここで私から一言。はい、もうよ、話をやめろ。うん、いや、いい時間かなと思いまして。はい、メロというあのモンスター。あー、なるほど。あー、なるほど。あと、私あのその心はビーチピックメンなのかと思いました。この30分ぐらいで私は悲しいことがございました。なんすか。もしかして2回ほど死んで、2回ほど嘘でしょ。信じられない。私もう帰りたい。強いよ、みんな。ちょっと強い、 HP がない。じゃあ高橋くん締めてください。はい、というわけで今週はですね、はい、僕たちアバベルでは何やったっけ。アバベルではペンギンとか水切りの羽取ったり、うん、かくれんぼした。かくれんぼ、うん、そうだしてた。村井さんが MVP だった。あれはね、かくれん、あそこのイベント部屋のかくれんぼテクニックとして最上級だと思いますので、うん、というわけでね、しかもあれいいのは1個見つかっても花いっぱいあるから何個でも隠れる。そうなんです。お尻がちょっと見えてたりすると思うので、それで判別してください。皆さんもですね、この動画を見ているときか見た後とかにですね、うん、アバベル遊ぶと思うんですよ。いつも遊んでいるギルドの仲間とかフレンドのみんなとですね、今週どんなことあったってチャット欄で話しながら楽しくアバベル遊んでみてください。というわけで今週のアップバンクのアバベル動画はこれで終わりです。また来週よろしくお願いします。さようなら。
ごいところまで来た。怖い怖い。最低。水です水。やっぽじゃねえかよ。もうみんなそんなこと信じてくれ。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますのでそちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。